モンスターハンター 3U プレイしてくださってる皆さん、まずありがとうございます。ですね、今回のモンスターハンター 4U の方はですね、今まで、モンスターハンター、シリーズで地上でのアクションというのは平面でのアクションだったんですけど、そこに高低差のアクションを入れることによって、よりモンスターハンターとして、ダイナミックでエキサイティングなハンティングアクションというのを味わってもらえるようになりましたので、この、ハンティングアクションとしての、モンスターハンターの進化というのを必ずこのモンスターハンター 4U で味わってもらえると思いますので、モンスターハンター 3U をプレイされた方もぜひ、このモンスターハンター 4U での、モンスターハンターの進化というのを感じてプレイしていただきたいと思ってます。前回のですね、モンスターハンター 3U では、Wii U 版と 3DS 版両方、リリースさせてもらって、その時のですね、やっぱり Wii U 版での特徴っていうのは、当然大画面でできるっていうのが一つありますけど、もう一つが、インターネットマルチプレイ、こちらができるっていうところがすごく、特徴だったと思うんですけど、今回のモンスターハンター 4U ではもう携帯機単体でインターネットマルチプレイができるように今回はなりましたので、今回に関してはモンスターハンター 4U を外では例えば、ローカル通信プレイで、家に帰っても Wi-Fi がつながる環境であれば遠く離れた人での、マルチプレイということで、この 3DS での、モンスターハンター 4U、 こちらをたっぷり遊んでいただきたいと思っております。そうですね、任天堂さん、今回、3DS で出すこともあって、任天堂さんとのコラボレーションというのもやっぱり当然考えてまして、その中で、やっぱり、この、モンスターハンターの世界観に入ってきた時にすごくユニークになるキャラクターで、しかも、多くの人が驚いてもらえるようなキャラクターというところで、僕たちの方からも提案出していただきましたし、任天堂さんの方からも提案出していただきまして、今回のですね、マリオとか、ゼルダのリンクの衣装とかいうのを入れさせてもらいました。で、もちろんですね、僕たちもそのキャラクターたちをすごくやっぱりリスペクトしてますので、ゲームの中に入れるからにはより面白いものにしたいということで、例えば動物の森で入っているキャラクターに関しては、ボイスとかがですね、動物の森でよくあるこのヨヨヨヨっていうこのボイス入れさせてもらったりとか、いろいろですね、面白いこともさせていただいてますので期待してください。もちろんですね、僕たちのそのキングダムハーツもそうですし、ファイナルファンタジーもそうですけど、僕たちらがゲームやってる世代からずっとファイナルファンタジーというゲームなんてそうですけど出てるタイトルですし、当然僕たちらが長いこのゲームプレイ人生の中でも、多くの時間を費やした、ゲームでありますし、キングダムハーツに関しても、独特な世界観のゲームっていうのをすごくリスペクトしてますし、本当に今回のこのコラボレーションをやらせてもらったことっていうのはすごく光栄に思っています。それはですね、ちょっと多分誤解があってですね、モンスターに乗る状態に持っていくために必要な道具というのはありません。どの、全武器種でも、例えば高低差を生かして自分がジャンプ状態になって、そのジャンプ攻撃っていうのをある一定条件で当てることによって、モンスターのに、乗る状態になります。で、この乗る状態になった後は、乗り状態の攻防ということで、そこで、モンスターが暴れて振り落とされるか、モンスターが暴れてない時に攻撃して、そこの攻防で打ち勝つとモンスターのダウンを取れますので、そこがまた大きなチャンスということになります。確かにですね、北米と欧州はやっぱり日本と比べると、日本ぐらいのユーザーの方々が多いかというと、そうではなくてですね、やっぱり日本の方がかなり多いユーザーの方がおられるんですけど、ここ、数年、僕たちもですね、それでもやっぱりですね、モンスターハンターをプレイしてくれてる、北米欧州の方たちらが、日本よりは多くないですけどしっかりいるっていうことは認識しておりましたし、そういう人たちらが、コミュニティを作ってくれて、本当に
各国さまざまな都市で、イベントを開催してくれたりとかしてたっていうのも、耳に入ってます。で、僕たちはそのコミュニティの人たちらをですね、まず、大切にして、そしてですね、そういうコミュニティをより大きくして、行きたいという気持ちをずっと持ってて、僕も去年、今年と、コミュニティイベントとかをですね、多く、参加するように、しています。で、またですね、このモンスターハンター 4U というタイトルは、モンスターハンターシリーズで初めてこの携帯機でインターネットマルチプレイができるようになりましたので、そういう今までプレイしてくれてた人たちらが必ずネットワーク上で今から入ってくる人たちの手助けをしたりとかサポートしたりとかしてくれることをすごく期待してますし、そうすることによってよりこのゲームに触れてもらう人とかこのゲームを覚えてもらう人っていうのがより増えることを僕は今回は期待しています。確かにですね、モンスターハンターっていうゲームはアクションゲームなので、いろいろ覚えていってもらって、それに対応していく、そして対応できて自分のそこの達成感であったりとか自分が上手くなってる感覚っていうのを味わってもらいながら、次の課題に向かってプレイしていってもらうっていうのがすごく特徴です。で、武器もですね、全14種類の武器があるんですけど、その中から、1つ選んでもらったりとか、途中で持ち帰ることも当然できるんですけど、初めてプレイされる方におすすめの武器っていうのは、1つは、手数も多くて、ガードとか、いわゆる、性能自体的にはスタンダードのいろいろ持ってるっていう片手剣、こちらをおすすめさせていただいてますし、もっともっとシンプルな武器としては、これ僕も使ってるんですけど、ハンマーとかは本当にもうアタッカータイプでガードとかもできないんですけど、攻撃に特化するような武器なので、そこの操作もシンプルというところもあるので、そこもおすすめしたいと思っています。あとですね、モンスターハンターってこのゲーム始めるといろんな武器ができるんですね。で、いろんな防具も作れるようになるんですけど、いい防具とかいい武器を作るまで我慢しちゃったりする時もあるんですけど、そうすると逆にですね、そこに行くまでの過程っていうのがしんどくなる時があるので、そこはですね、こまめに、防具っていうのもよりいいものをこまめに作っていったりとか、武器もよりいいものをこまめに作っていくっていうのも、これは序盤の方で作るのにちょっと時間はかかるかもわかんないですけど、逆にクリアするのにはそっちの方が早かったりしたりとかしますので、そうやって自分の防具とかも武器も、いいものをつけながらやってるうちに必ず自分のアクションのテクニックも上がっていくはずですので、そこも一つアドバイス的にはあります。カプコンってアクションゲームを作るのがやっぱり得意としてて、アクションゲームをやっぱりいっぱい作ってきてます。で、僕たちのもうカテゴリーの中では対戦格闘ゲームもアクションゲームに近い格闘カテゴリーに属されてて、そういった意味で、そのデビルとかもありますし、他のアクションゲームもいっぱいありますけど、どちらかというとそのアクションゲームの考え方、カプコンとしてのアクションゲームの考え方っていうのがすごくノウハウとして、いろんなカプコンのアクションゲームに注入されてると思ってもらった方が多分いいと思います。そうですね、もちろん 3U で1回 3DS の、3D 機能っていうのをで、ゲーム作れましたんで、もちろん 4U で作るときにその 3U で作ったその 3D の見え方とかっていうのも一つ経験として勉強になれましたし、その経験を踏まえていろいろこうした方がもっとよく見えるんじゃないかっていうのは、4U に当然生かされています。